どうも皆さんこんにちは、チャックバスターです。本日はですね、マリオットボンボイのホーム&ビラ利用してみたということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで2022年10月にですね行われたこちらのウィークオブワンダーのキャンペーンで、マリオットボンボイホーム&ビラで5泊以上利用していただくと宿泊実績がね2倍もらえるっていうキャンペーンありましたよね。まあ利用した方もいらっしゃると思いますし、見送った方もねいらっしゃると思うんですけども、今回ですね、私2022年10月にこちらのキャンペーン利用させていただいて、ホーム&ビラね人柱も含めてちょっとね利用してみたんですよね。ですので今回の動画では、これでですねどういった感じで利用できたっていうのをですね皆さんにね紹介ねしていきたいなと思います。それではまずですねキャンペーンのおさらいなんですけども、こちらねもう終わったキャンペーンで、当時のキャンペーンは5泊以上宿泊していただくと宿泊実績が2倍になるキャンペーン、またポイント自体はですね1泊でも多分2倍になるキャンペーンだったと思うんですけども、予約期間が2022年の10月の6日から2022年10月の15日、宿泊期間が2022年の10月の6日から2023年の4月の30日っていう風になります。ですので今ねまだ予約持ってる方もね中にはいらっしゃると思うんですよね。でこちらのポイント付与、またね宿泊実績の付与は滞在完了後3週間から6週間後、21日から42日以内にね付与っていた形になるんですよね。まあこういった感じのキャンペーンで、宿泊実績2倍のキャンペーンは5泊以上利用していただくと、2倍宿泊実績がね、マリオットボンボイの宿泊実績がねもらえるっていうキャンペーンだったんですよね。これ内容としてはねかなりすごいですよね。まあ5泊以上利用していただければ宿泊実績ね2倍もらえますっていうキャンペーンなので、このねマリオットホーム&ビラっていうのはですね、マリオットがね運営している、提携しているって言った方が正しいかもしれないですけども、マリオットがね提携している、民泊のようなね、そういったサービスなんですよね。でマリオットボンボイの普通のホテルってクアラルンプールとかね場所を選べばね安いホテルは出てくるかもしれないんですけども、日本国内で利用すると結構高いですよね。1万円ほとんど超えてくると思うんですけども、4ポイント函館はちょっと置いといてね、そういった感じで結構高いわけなんですけども、このホーム&ビラっていうのは安いね宿泊先もあるんですよね。探せばね1泊4000円とか5000円とかね、そのぐらいの費用で利用することができるっていう風になるんですよね。ですので今回のキャンペーンで利用すればですね、非常にね安く宿泊実績稼げるかななんていうふうに思いまして、今回ね利用させていただいたんですよね。でこのねマリオットホーム&ビラっていうのは、システム的にはですね非常に簡単になっておりまして、このマリオットのホーム&ビラね公式サイトね開いていただいて、普通にねあの予約画面に行くとマリオットボンボイのねログインの画面が出てくるんですよね。ですのでそのまま利用していただければもう特にね難しいこともないんですけども、一応ね英語で表記されてるんで、Google 翻訳とかでね利用していただければねいいのかななんていうふうに思うんですけども、マリオットのねログインがあるっていう感じになってるんで、難しいことはねないと思います。でこれね予約するとですねキャンセルは48時間認められているっていうふうになっておりまして、このキャンセルのねできる48時間を超えると、決済額の半分の金額がね落ちます。でまた宿泊日の14日前にですねこの残った半分の金額が落ちる、決済されるっていうシステムになってるんですよね。で私はですねこういった感じで421ドルの請求でしたので、初回の請求が 210.5 ドルで、14日前までに残りの金額がね 210.5 ドルっていう感じで、本当にね半分ずつ請求がね来たっていった形になります。で当時ですね421ドルの請求があって、利用させていただいたわけなんですけども、円安がかなりね進んでおりまして、当時のドル円のレートが1ドル148円とかだったんで、62,428円の請求だったんですよね。で宿泊数は私はね10泊予約したっていう風になりますんで、今回のねキャンペーンを利用すると、20泊分ね
この62,428円獲得できる計算でね利用させていただきました。ですので一泊のね計算にすると一泊3,121円ということでかなり安いですよね。まあ、これかなりね円安が進んでてこのレートっていう風になりますんで、今みたいにねもうちょっと円高が進んでてくれれば一泊2,500円とかね多分そのぐらいで利用できたんじゃないかななんていう風に思うんですけども、こうやって見るとねかなりすごいですよね。これ請求来てこれでね宿泊実績20泊もらえるんだったらめちゃくちゃいいじゃんと思って、いやこれはね利用してよかったななんていう風に思っていたわけなんですけども、これね宿泊がね実際に完了してですね、ポイント付与自体はまあ規約通りですね、21日から42日以内にね付与っていう風になりますんで、ポイント付与がされたのは12月の8日っていう風になりまして、獲得ポイントは3,858ポイント、これはマリオットボンボイポイントですね。で今回のプロモーション分で1905ポイント、獲得することができたって言った形になるんですよね。まあマリオットボンボイのねあのホテルとはこのホーム&ビラっていうのはポイント加算のシステムが違いますので、獲得ポイントはねかなり少ないですよね。62,428円の宿泊に対して、まあ、もらえるポイントは、まあ、本来は3858ポイントのみっていう風になりますんで、まあ、そこまでとはたまらないですよね。まあ、こういった感じになりますんで、まあ、これからね利用される方は参考にしていただければななんていう風に思うんですけども、ここからですねちょっとね面倒な話に、ね、なってくるんですよね。まあ、現時点でですね宿泊実績はプロモーション分がね付与されてないんですよね。今回ね10泊入れましたんで、プロモーションも入れると20泊がカウントで入るはずなんですけども、私のね宿泊実績は今ねプロモーション分を除いた10泊のみですね付与されているっていう風になるんですよね。で私が利用したのが10月の23から11月の2日までね利用させていただきましたので、まあ、これでね10日間利用させていただいてキャンペーン利用できていると、まあ、20泊分ね付与されるはずなんですけども、まあ付与されないということで、これどうしたもんかななんていうふうに思っていたわけなんですよね。規約上も、まあ、21日から42日以内に付与っていうふうになりますんで、もう経過してるけど付与されないっていうふうになりまして、で今回ですねこのホーム&ビラっていうのは私自身もね利用したことがないサービスっていうふうになりまして、まあであの規約自体も全部英語で記載されておりますんで、まあ、その関係もあってねマリオットボンボイの、まあ、デスクの方にですね、まあ、キャンペーンの詳細とかはマリオットボンボイが受けたまってるみたいなんで、まあ、それで聞いて、でまたね規約の相違とかもないようにねあの確認して予約させていただいたわけなんですけども、まあ、結局ね利用完了がしてこの規約上のね日付が経過してもポイント付与はされたんですけども、宿泊実績のプロモーションが付与されないっていう風になりまして、いやこれねどうしたものかとちょっとねマリオットボンボイの、あのデスクの方に、聞いてみたところですね、これ結局マリオットボンボイのこのホーム&ビラっていうのはマリオットボンボイとは一応ね別の組織っていう風になってるんですよね。でまあ私は今回ねキャンペーンのその規約等も含めてねマリオットのデスクに聞いてやり取りした部分がありますんで、これどうしたらいいですかみたいな感じでね聞いたところ、ちょっとホーム&ビラ自体はですねこのマリオットではどうしようもできないみたいなんですよね。ですので一応マリオットの問い合わせ先みたいなところにあのマリオットデスクからね連絡していただいて、マリオットの本部とねあのやり取りさせていただいたんですよね。でまあ詳細を全部話して最終的にポイントは加算されたけどプロモーション分の宿泊実績がもらえてないですよみたいな、まあ、そういった感じでねやり取りさせていただいたんですけども、これもね非常に消耗するっていう風になりまして、1日1回しかね返信が返ってこないんですよね。どんなにすぐ返信しても、まあしかもこれ英語でやり取りしてるんで、まあ、あの翻訳アプリとかでねやってたんですけども、1日1回しかね返信が来ないので、もう結構ねあのモヤモヤしてきて、で最終的にどうなったかっていうと、マリオットの本部もねやっぱりこのホーム&ビラっていうのはマリオットとは一応別組織みたいなんで、最終的にねホーム&ビラに連絡してみたいな、ここに連絡してみたいなもう早く言ってよみたいなね、まあ、そんな感じになりましてですね、で結局ホーム&ビラに連絡させていただいて、でね連絡が返ってきたのもね2日ぐらい経ったのかな、はい、2日か3日ぐらいしてねホーム&ビラの方からね返信が参りまして、どうやらですね規約上は、21日から42日後
に付与っていう話なんですけども、このねプロモーション分の宿泊実績っていうのはポイントが付与されてからさらに3週間から6週間、まあ、21日から42日、まあ、かかるっていう回答だったんですよね。これねよくわからないんですよね、まあ、本来こういうのって規約に書いてあるはずなんですよね。ですので規約通りに付与されるのが、まあ、普通なわけなんですけども、ホーム&ビラのね、あの担当者曰くですね、ポイント付与からさらに21日から42日かかりますよみたいなね感じで、まあ、返信が来て、まあ、平井さん安心してくださいみたいな、まあ、ちょっと時間はかかりますけどももうちょっと先にあの付与いたしますみたいな。で、あのこの付与自体はね手作業でやってるみたいなんで、一つ一つねやってる関係もあるんでここまで時間がかかりますみたいな、まあ、そういった回答だったんですよね。ですので、まあ、私の場合だと1月の下旬頃にはね、まあ、付与されるのではないのかなっていう感じなんですよね。まあ、こういった感じでね最後落ち着いたわけなんですけども、まあ、現時点でね分かってる状況としてはこういった感じで、今ねあのプロモーション分の宿泊実績がね付与を待っているっていう感じなんですよね。で、一つ気になるところは今2022年の12月っていうところですよね。そう、ステータスの獲得、宿泊実績の獲得数っていうのは、まあ、今月いっぱいで来年以降のねステータスが切り替わりますよね。ですので付与されるのは来年になるっていうことなんで、まあ、このカウントは一体どっちに入るのかっていう話なんですけども、まあ、これはね宿泊が完了した年に入るっていう回答でしたので、私の場合ではですね2022年の方にこのプロモーション分の追加分はね入るっていう風になりますんで、まあ、私もねこれが付与されないとマリオットボンボイのプラチナステータスの防衛ができないっていう風になりますんで、結果的にはね良かったわけなんですけども、まあ、こういった感じにねなったんですよね。まあ、今回ねホーム&ビラねちょっと利用したことがなかったので、実際に利用して、まあ、どういった感じでねあのポイント付与とか宿泊実績とかね、まあ、またね今回宿泊実績2倍キャンペーンをやっておりましたので、これからね利用される方、まあ、同じようなプロモーションがあったりね、またあの宿泊実績をね安く獲得したい方は、まあ、宿泊実績自体はですね、まあ、冒頭にも言ったと思うんですけども、費用はねかなり安いので、まあ、これから利用される方で、今回のプロモーションね、宿泊期間は来年の4月までありますので、今予約持ってる人も中にはいると思うんですよね。ですので、まあ、今回ね私の体験がね、まあ、参考になればななんていうふうに思うんですけども、ちょっとね規約に書いてないことがあるっていうのはもう不安でしかないですよね。うん、マリオットボンボイっていうのは結構この規約にね全部ちゃんと書いてあって、本当にそれ通りにね行われることがほとんどなので、こういったねポイント付与後またさらに3週間から6週間かかるみたいなことはおそらく書いてなかったと思うんですよね。ですのでこの部分はね本当に謎でしたね。はい、ということで今回ですねマリオットホーム&ビラ利用してみたということで動画ね作らせていただきました。まあ個人的にはですねこういった感じになってしまったので、まあおすすめできるかどうかっていうとなかなか厳しいですかね。もう不安な部分の方がね多いのと、まあ、何よりですねマリオットボンボイのデスクとやり取りしたところでですね、マリオットボンボイ側はですねこのホーム&ビラっていうのは本当にもう別組織で手が出せないっていうか何にもできないみたいなんですよね。ここですよね。だから日本語は通じる方でなんか問い合わせできたらねいいんですけども、ホーム&ミラーにねあの本部に問い合わせようってなると多分国際電話とかのそういう感じになってしまうと思うんですよね。ここはねちょっとあの不安がね拭いきれないっていう風になりますんで、まあおすすめできるかできないかっていうとできないかな。ちょっとねトラブル、私みたいにっていうか、まあ多分これみんなそうだと思うんですけども、あのプロモーション分のね宿泊実績はねあのかなり後に付与されるっていう風になりますんで、私はだからそうですよね2ヶ月後とか、そう3ヶ月後かになりますんで、これはねかなり不安ですよね。その間ずっといつ付与されるんだろうみたいな、まあ、そういった感じになりますんでね。はい、ということなんで、まあ、こういった感じでね私にはなりましたんで、
これからね利用される方はですね、ぜひね気をつける部分はねちょっともうないと思いますんで、まあ、こういった感じになるっていうことはちょっと頭入れといていただければなと思います。私のね宿泊実績は1月の下旬にね付与されてプラチナ防衛できるはずになっておりますんで、まあ、その結果についてはですね動画のコミュニティ欄で発信したいと思いますんで、まあ、そちらもねちょっとまだ期間ありますけどもチェックねしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。